古神寺山と古神寺浦門古神寺は、福岡県浅倉市秋月にある臨済州、大徳寺派の寺。旧築前秋月藩黒岳の菩提寺である。秋月藩を立藩した黒田長政の次男、黒田長光が、父の菩提を弔うため、秋月陣屋の陣下に混流した。海山は、光月双岩。海期は、光月のふつ弟子光、高節長光は、 寺の建立にあたって、京都在中に、光月双岸和尚に、三号、次号の命名を依頼していた。和尚は、長政の追号を取って、幸運山古神寺と名付けた。その後月日が流れ、寺ができる前に、光月和尚が死去。正法四、長政の二十五回帰を迎えるにあたり、長皇はかねて寄りの計画に沿って寺を建立した。 楽景の儀と共に追善供養を行い、自社領として五十国を寄進した。後月五章の仏つでし、後節が秋月に下り、初代住職となる。以降、秋月黒岳当主歴代の菩提寺として、半祖、長江より、歴代の藩主、夫人、養節した小屋姫の遺杯が安置され、境内の一角には、母妃が建てられた。広い境内に二重の土塀。 大きな本堂と玄関付けの一棟、三門、首郎など異様を誇った。明治になると、藩の庇護がなくなり、経営が困難となって規模が縮小され、本堂は、天城の三つ寺へ、三門は、柳の上皇寺に移された。現在の本堂、栗、三門は昭和46年以降に、男神とによって再建された。境内帽書には、日本最後の仇討ちで有名になった。 純水六郎や、剣術師、藤田中智美などの墓所がある。ありがとうございます。